ていいよ、いつもそばにいるよ。スワはマスピーさん、いらしてたのですか。これは不覚でした。おお、バレンタイン、またこの甘やかな季節が巡ってきましたか。そうか、まあ実は朝からそわそわしてましたけど、月日が経つのは本当に早いものですね。ふふ。私がカルデアに来てからというもの、さまざまな大事件や珍妙なイベントがありましたね。なんだかまるで昨日のことのように思い出してしまいます。そうです、私がエッチャンネルだ。この私の歌の輝きで果てなき銀河をおまんじゅうでいっぱいにする。みっちみちに。やっぱめっちゃレイ暴走しとる。でも最高に可愛いですよ、エッチャン。 UBI 銀河警察機構です。違法な菓子製造行為と聞いて駆けつけました。ちなみに UBI はユニバースビクトリー1番の略です。 WX 師匠先輩、アーバロンの乗着忘れてます。それからビクトリーは V ですよ、 V。 では全宇宙のお茶の間の皆さん、聞いてください。あーはあんこのあー、うーんはうーんうーん、こうはこのはずじゃなかった。ちょっと出来心でガチガチになったおまんじゅう、チンしたら大爆発するとか聞いてないよ。あーもうやだよ。ということもありました。あった気がする。いやー大変だったな。ところでオリシもバレンタインですよ、マスピーさん。和菓子を守護し所望するサーヴァントとしては別にスルーしちゃってもいいのですが、でもですね、私はいつだって美味しいものの味方なので。しかも私は謎めくヒロインであり、銀河をステージとするアイドルなのですから。マスピーさんにも美味しい幸せとギャラクティックなときめきをお伝えしたい。それが叶えばこんな嬉しいことはありません。猫屋の新作発表の次くらいに嬉しいです。というわけで、はいどうぞ、プレゼントフォーユー。さっきカンパケしたばかりのブツですぜ、マスピーさん。どうぞお受け取りください。これはですね、アマゾネス .com で面白げなキットを見つけまして、私の歌声を盤面にカッティングし収録したレコード型のチョコ菓子なのです。こういうのも手作りっていうのかな。やったー、私らしいチョコだね、ですか？うん、そうかもしれませんね。贈り物にはどうかいなと思われるお遊びお菓子ですけれど、マスピーさんにはこういう気取らない品の方が似合う気がして、えへへ。私からの用事はこれにて完了です。お忙しいマスピーさんはそろそろチョコ&ゴー。ほう、ゴー？もう行って大丈夫ですよ。ほう、そうきますか。まあちょっとお茶の時間にするのも
ありよりのありですよ。読書の続きへ戻る代わりに、マスピーさんのお話を聞かせてください。うわうわ、ストップストップ、それは名前を出してはいけない、あの、それ以外の話題でお願いします。はあ、とっておきの摩擦係数の高い話が。最初からそちらでお願いします。それで、ほほう、ふむふむ、へえ、なんとそれはまた、おお、やれやれですよね。さもあり南蛮カステーラ。輝く銀河に願いを、あなたに光を、そっと本を閉じるように、また明日ねと。